はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきます。今回はですね、昨日、バイケンの SMAX の動画を出しました。でバイケンね、レアリティが UR なんですが、もう完全にね、性能が LR の性能で、まあ、SMAX もね、めちゃめちゃ強い、キャラになってます。で今回はですね、本日日曜日なので、まあ、せっかくなのでこのマスター道場をね、また見ていこうと思ってます。でマスター道場のこの UR 道場ですけども、まあ、バイケンが来てからね、おそらくもうバイケン道場となっていると思うんでまあせっかくなんでね、今日で終わってしまうんで、このバイケンを入れた戦いっていうのを、道場でね、戦っていこうと思ってます。で僕のチームも当然ですけどバイケンは入れているので、でまあ赤さんとかなんですけど、まあ、この UR 道場では全然活躍できるレベルやとは思ってるので、まあ、このメンバーでね、戦っていこうと思ってます。でバイケン以外にもやっぱこのユミコもね、UR ながらにめちゃめちゃ強い性能を持ってますから、まあおそらくこのバイケンとユミコを育ててる人が、かなりね UR 道場上位勢やと思うんですが、まあ、そこにこう立ち向かっていこうかなという感じでね、今回やっていきますか。ではもう早速ですけどね、バトルいきますかね。僕の戦闘力が今ね298万、で今ランキング24位なんですけど、まあ同じぐらいの人に行く方がね面白いかなと思ってます。ねどうすっかな。僕の24位っていうのは結構あれかな、もうちょい上に行けそうな感じも、するかな。んー、バイケン入ってますね。ユミコもいますね。草薙京介さんじゃあ草薙京介さんね、あーでもちょルガール紫とかか、もう少し戦闘力高い人に行った方がいいかな。ちょっと更新してるんですけど、なかなか戦闘力が、見合わないかな。あ、いますね、ミッシェルさん。ミッシェルさんいいんじゃない？めっちゃ強そうやなこれ女子パで UR の、バイケンとこのユミコがかなり育ってるので、星じゃない、赤7まで育ってますね。めっちゃ強そうやけど、ちょっとやっていきますか。じゃあミッシェルさんね、早速挑戦させていただきます。これは、秘書図もいるんかな。 UR アテナと、秘書図がいます。バイスとマチュア。さあでは見ていきましょう。先制取られてますね。さあいきなり SMAX サバイバーズ、サバイバーズじゃない、ウィザリングサーフィスねサバイバーズのアンヘルの必殺だよな。うわーヘブンズゲットきた。あ、ただバイケンってやっぱユミコはね、初ターンに打てないから、まあそういう意味では、わあめっちゃ強い溶山戦。うちの自慢のゼロが一撃やったな。マジか。ちょっと何喋ってるか忘れたぐらい衝撃的やったな今の。さあいけ、ゲニもね、僕かなり育ててるんで、風神向きでかなりダメージを取ったんですが、このバイケンガードしてる。うわーバイケンちょっと予想以上に強いぞこれ。やばいなこれは。さあユミコは、どこに打つかな。あれ、あユミコそうか、真ん中に置いてますね僕。最後かな思った。さあ来た、 SMAX スラネサンズ私。うわー連発してくる待ってくれ。やばいサイキックナイン来たい。サイキックナイン来たけど、またバイケン打ってくるんじゃんこれ。やばいやつ。うわーなんだこいつ、やばいってこれちょやばいってマジで打ちすぎ。いやー待ってくれ、バイケンめっちゃ強いぞ。あさらにユミコが来た。うそー、うわーこれはあかん。溶山戦でこのうちのバイケンやられてしまう。あー復活しろ。わーユミコだけが生き残ったけど、これ僕 SMAX ちゃうんすよね。うわーこれバイケンの毒ダンバやばいな、マジで毒ダンバすぎるやろこれは。さすがねサンズ私、ちょっとね予想以上に強かったな、ミッシェルさんねめちゃめちゃ強いんで、ちょっとね、違う人に行きます。ちょっと強すぎた。じゃあもう一回更新しましょう。あ侍さん、ポッポ侍いいんじゃない。あバイケンいないな、バイケンいなかったらあかんな。やっぱバイケン同士で戦いたいので、あ割とこのジュンタンさん割といい感じの戦いができるかもしらん。そうですね、育て具合がバイケンとユミコ一緒ぐらいなんで、行ってみましょうかね。じゃあちょっとジュンタンさん行かせてもらいます。じゃあ2戦目行きましょう。バイケンどんな感じで動いていくのか。さあ先制取ってるんで、先制でかなり有利を取りたい。さあ SMAX、 おおいきなり風神向きに2連発、これはいいっすよ。わー来た、バイケンが溜まっている。さあバイケン強いなマジで。あどんどんゲージ溜まっていく、敵倒していってるからどんどんゲージが溜まっていきますね。さあマックス狙撃していく。これでユミコを離脱させましたが、このバイケンボスキャラっすね、ボスキャラ、ボスが残ってる。うわーガードしまくってる。あめまいした、めまいは解除されますよねやっぱり。
このあマックスや S マックスじゃなかった、踏ん張りと同時にめまいは解除されます。さあ来た S マックス、これが怖い、あー危ないめっちゃ怖いね。あれもユミコもほんまに怖いね。ただバイケンは生きてますね。あ僕のユミコはなんか離脱から戻ってきてやられたんですけど復活しましたね。ゲニの効果で復活。さあツラネサンズ私、おこれはなんとかいけそうか。風神向き、ただガードされている、ガードされてます。さあマックス狙撃、このバイケンがめちゃめちゃ硬い、ガードしまくり。ただこのなんとか鷹山戦でいけましたね試合展開早すぎ、やばいなこれ、ほんまにバイケン道場になってる。さあなんとかジュンタンさんには勝てましたが、じゃあ次いきますかね。また3戦目、オレオレさん、あー女子パか、女子パ1回行ったらねちょっとね、人変えます。ねどうすっかな。サムライさんはねあれっすよね、バイケンいなかったよね。レバー師匠さん、バイケンとユミコいるね、いいねこれ、いい感じじゃない。戦闘力的にはちょっと僕が有利か、でもあれかな、先制地先制取られてるので、そういう意味では、結構いい勝負するかもしれんね。じゃあ行きましょうか、レバー師匠さんにちょっとね行かしてもらいます。さあではレバー師匠さん、師匠さん神々師匠さん言うたね。さあ S マックスヘブンズゲート、おゲニに来た、闇洞窟武器がない、闇洞窟は武器がなかったっすね。さあここは闇洞窟で止まったんでなんとか耐えれそうか。うちのゲニが必殺打てばこれ前列の前、うわーちょっと鷹山戦だから強いってマジか。ただゲニじゃない、ゼロ復活した、いいよ。さあ S マックス極左南人、ゲニが封じ向き打ったら沈黙解除できるんで、まあそこまではなんとか安心できるが、どうなるかな。でも S マックス封じ向き、さあいけばいけん、つらねサンズ私、あザキヤマ復活してる、ゲニの効果で復活してる。さあ鷹山戦強いねこれほんまに。さあ狙撃するのは、ゲニ、あ狙撃にあれか、あのめまい効果あったんですね、このユミコのスキルですけど。さあ来たツラネ3連怖すぎる、さあ来たよ S マックス流星の矢、いやーこれも怖い、これも怖い怖いわマジ。うちのゲニコも、ゲニコじゃないユミコも離脱してますが、離脱から帰ってきて、さあバイケン右京ツラネサンズ私、さあザキヤマ倒す、封じ向きは、いやーただこれボスキャラバイケンがねやっぱガードしまくるんで、さあ狙撃するんですが、この V スラッシャーもガードするんじゃない、おガードしてる、クリティカルガード、いやー硬いわ、鷹山戦もガード、いやー全部ガードする、全部ガードする。ただこれはなんとか、踏ん張りは踏ん張り入ってないなまだ、うわーこっから反撃が怖い、ユミコ来ますよね、来た流星の矢、やめてくれー、やめろー、めっちゃ強い、危ない危ないあーやばいバイケン、バイケンやばい、なんとか踏ん張りは使ってないかなこれ、なんとかいけそうか。さあサンズ渡しで全回復して S マックス封じ向き、ただこれガードしてますよね、いやーこれはバイケン勝負になりました。あーなんか凍結入れた、ナイスゲニ、めまいと凍結入れてる、この混乱ルーンつけてるんですけど、その効果で凍結とめまい入れて、さあサンズ渡しクリティカルが出るが倒せない、ワンヒョウも出てる、いやーこれはどっちが勝つかわからんすよ本当に。サンズ渡し、さあこれでゲニはやられますよね。さあ鷹山戦、これもガード発動せんかったものが負ける戦いかな。さあサンズ渡し、あクリティカル出た、クリティカル出てガードはなんとかね発動しなかったっすね。いや今のはでもほんまにどっちが勝ってもおかしくなかったけど、あのガードが出なかった瞬間どっちかが負けるね戦いでした、非常にいい勝負でした。では最後にもう一戦だけいきますかね。バイケンのねもうほんまにスーパーバイケンを見たいんで、どうすっかな、300万超えとかの方が面白そうやね。ごはんさん行ってみようかな、104サーバー、うちと同じサーバーっすね。ごはんさん、うわめちゃめちゃ強そうやなこれネームレスが星じゃない、赤7まで育ててるし、バイケンも、めっちゃ育ってるよね。バイケンとユミコも育ってるし、これはね、まあ、間違いなく勝てる気はしないんですけど、ちょっとね怖いもの見たさに、戦ってみますか。じゃあ最後に330万、先制値も6000ぐらいあるっすね。じゃあ、挑戦させていただきます。いやこれねしかもホノパっすよね、ネームレスとネスツ京都オロクリと暴走、さあいきなりオロクリ打ってくる、オロクリもめっちゃ仕上がってるやん、うわオロクリもめちゃめちゃ仕上がってるよ、わあマジか、暴走がすでに強い、マジかこれ、うわーバイケンもやばいでしょこれ。さあ鷹山戦、これシコンにもなってるんかな、クマトウシ、カメヘビ、シコンにもなってるよね、ネームレスカメなんでシコンにもなってる。さあいきなり、ユミコがもう離脱してるけど、離脱から帰ってきてユミコがなんとかユミコを倒すが、いやー次バイケン来るよね。でもさあここリボルスパーク、リボルスパークじゃないボルテックランチャーですね。さあ来た S マックス流星の矢、
いやーこれも怖いよマジか。やめて、ガードしてガードして。さあバイキン来るよね。あーバイキンこれも、うわーマジか